皆さんこんにちは。こんにちは。よし。今日はあの2つぐらいなんか発表って言ったらおかしいんですけど、まあ伝えておきたいことがあって、まずあのコメントにめちゃくちゃ来てるダニアンですよね。うん、まあ、ダニアンについてなんですけど、まあちょっとまあ本人ともいろいろあったりとかして喋ったりもしたんですけど、まあちょっとまあ僕と揉めた、個人的に揉めたこともあったり、まあ精神的な問題もあって、やっぱりこう 前も言ってたけど、例えばカメラの前に映るとか、例えば人付き合いしかり、まあ、炊き出しで人と会うとかもちょっとしんどいっていうのは前々から話してたと思うんですけど、うん、でまあちょっとそんなんもあって、まあ人前に出てもうどうこうするのもちょっとまあ正直ちょっと辛いと、最後引退をするっていうのをちゃんと1ヶ月ぐらい動画出てうまいことしたらって話はしたんやけど、うん、やっぱちょっとそれも正直できへんぐらいの状況やって言うから、まあまあ俺としてもまあそこは、まあ、長い間初期から追ってくれたメンバーなんで、まあ本人が今後また昔みたいに警察に捕まったりとか、道外したら薬やったり民剤で折れたりとかそんなことないんであれば、まあ、俺は応援してるよと、妨害することもないし、胸張って頑張って生きていってやってことで、まあ、伝えて今があります。まあみんなからしたら早く何やのこと説明しろよとかどうこう言うのは分かるけど、やっぱこっちにもやっぱりこっちもこっちで人生の中で YouTube をやってるわけなんで、それはまあいろんなことがやっぱ起きるわけですよ、うん、でやっぱ一人一人考えてることも違うし、やっぱりこう価値観も違うから、それを伝えろっていうみんなの意見を言われても、やっぱこうダニアンの問題もあるし伝えてほしくないかもしれないし、まあそんなもあってちょっとできるだけまあ俺らも何も触れずに行こうとは思ってました。ただまあこの動画を出すってことはまあまあそういうことなんで、あまりこのタニアンのことに対して、まあ、触れたりとか、タニアンに、まあ、なんていうかな、こう、会って、復帰どうのこうのとか、そんなんとかはないように、うん、うん、してほしいですね。はい。まあ、真面目に頑張ってると思うんで、どこでどうやって頑張ってるかってとかまでは聞いてないけど、連絡は普通に取れてます。取ろうと思えば取れます。ただまあ、その、本人は腹決めて、選択した全てやと思うんで、僕らも連絡してないし、うん、周りも連絡してないし、本人が胸張って頑張っててくれたら、ね、次の人生を謳歌してくれたらいいなって思って心底応援してます。向こうもその同じ気持ちあるもんで、うん、ってのことが一つと、はい、うん、でまあ、今回ちょっと、まあ、2個目 の, 重大発表というかあれやねんけど、まあ、龍っていうんですけどね、まあ、一回なんかどっかで見たことあるわと思う人もしかしたらそうかもわかんないですけど、ダニアンを芝居たとか、あれ嘘らしいねんけど。なんでそんな嘘ついたの？ちょっと有名になりたくてちょっと嘘ついちゃいました。まあ、嘘はおもろいけど、まあなんか嘘はな、嘘の方が盛り上がったりもするやんけ。な、はい、嘘の方が盛り上がったりするけど嘘はつくな。はい。な、どこあれどこからどこまでがほんまやねん。炊き出し一緒にしたことだけです。いや全部そうだわ。お前妹のなんかパンティーはパンツ見せろと言われたって。あれもう嘘です。お前なんか誰かからコメントでこいつ妹いません、お姉ちゃんだけでしてコメント聞いたけど、はい、お前妹おるん？妹はいてません、お姉ちゃんだけです。うん、いや全部嘘してる。ほんあれ結構再生回って2、30万回ってると思うんだけど、2、30万人の 人の中で言ったら24歳にしばかれた40歳になってるってことあるやんか。はい。でも笑ったりしてんのがもう受け入れられへん。うん、今日なんか新メンバーになりたいってずっとすごく言うから、うちって、まあ、胸張って言うことは、まあ、日本一失踪が多いチャンネルなんですよ。うん、確かに。確かに、うん、自慢じゃないけど、胸張れるとしたら日本一失踪が多いチャンネル、うん、はい、初期メンバー、太田、谷がいなくなりました。はい、確かに、はい。二人に関してはもう、途中から来てるメンバー。お前な、うん。お前は悪くな。お前24歳ってのはほんまや。本当です。うん、で、なんか、なんかこのメンバーに入りたい、メンバーに入りたいって言う。うちのチャンネルって見てたら分かると思うけど、大将は何もせえへんし、基本的にまあ、他力本願やから、大将は。ファンから、そろそろショー体張れやとか言っても、そのファンの答えに俺は期待に応えることもなければ、なんていうの、その結局一番新人が一番頑張らなあかんようなチャンネルやねん。えぐいぐらいの体育会系チャンネルやけど、それ分かってきてるわけ。はい。
お前これ3ヶ月4ヶ月したら龍が失踪しましたってならんか。もう絶対ないですね。いやいや、ほんまか？絶対なるって。じゃあだからじゃあ俺もそう思うけど、でもこいつ、うん、プライベートで、うん、だタニアンだったり俺だったり、うん、には根性は絶対に勝てますと。絶対無理。いきます。ちょっとお前さ、はい、俺らにやらされてるじゃん、あかんねんて。はい。だから何を根拠にお前できると思う。だから俺もそれ聞きたいよ今日。ずっとその動画で拝見させてもらってて、うん、こう見てて画面越し見てたんですけど、俺やったらまだまだいけんなって。あれどういうこと。例えば、例えばまあ谷谷さんがなんかそのツイッター魚の白子食ってたんですけど、僕やったらこう、これあれは翔さんがこう切って渡してあげたんですけど、僕やったらかぶりつけるっす。え、谷谷かぶりついてなかった。あの白子の綺麗な状態のやつをかぶりついてたんです。え、あれちなみにどこあるらしいぞ、あれ。うん、あ、そうですね、僕全然いけます。いや、なんかそのまあ分からんけど、なぜ超えていけろ。あ、もう余裕でですね。で、本当に本当にで、しょっちゅう激辛も俺に勝てる。うん、そうそう、そんなん言うねんけど、食わすやん、うん、全然食われんから。大食いもできる、もう何でも俺に勝てる。走るのもキングに勝てるとか言うよ、ね、うん、そう。で、キングにスパーリングでも勝てるとかやったらバチバチ感じだけど。ダウンしてたよ。相当強かったっすね。ちょっとお前が弱いんちゃう。じゃあ、俺、なんかお前信用できんけど。でも、キクちゃんさっきから、何でもできますって言った後、ずっとキクちゃんを見てましたよ。だろ、はい、こいつがちょっと。キクちゃんのこと舐めてる。うん、舐め腐ってるわ、今日俺。キクちゃんのこと。でも、マジで。でもこれ YouTube にしてないんだけど、うん、マリオカートでクワガタ使って、負けた方が噛まれるって。マジで、いや思い出したらマジで死なしちゃった。マジで、いやマジで笑う。噛まれるって全勝して、キクちゃんクワガタに42回噛まれてましたからね。血まみれになって。その前に12回、その前に何回、全部で70回ぐらい噛まれてるから。どうやった。じゃあ、いや面白いわ。あれは正直、あの大掛けしようとしてる時、あわやなぁ、思ったっすね。死なしちゃいぜ、マジで。だって、最後12回、12神、うん、な、あのクワガタからの12神がかかってて、うん、最後何言ってたかしらの、キクちゃん30神かけよう。その瞬間こいつ笑いながら、キクちゃんさん負けたらどうするんですかって言ってんやん。死にたいな。ほんで負けて42神やばかったっすね、あれ。じゃあ死にたいぜ、乳首やら鼻やら血出て、血やら耳やら。まあ、ゲームは確かに、まあでも俺からはちょっと雑魚やけど、うん、まだまだそんなんで、なんかちょっと調子乗れるようなあれではない。なんかワルビッシュ TV にお前キャラとしてなんかこう男前やん、普通にこうなんかこうな、うん、エグザイルのオーディションとかも言ってるぐらいね、うん、そこまで歌わないねんけど、うん、そのオーディション行けるぐらいまでは。でもあの男前やん、うん、こんな感じのやつがうちのチャンネル入ってていける。うちってどっちか言ったらもうなんかサーカスのようなメンバーやぞ、うん、いや超えれれば本当に。もう正直でもまず若さで超えていけるっすね。いやさ、女性ファンの層からしたら勝てるかもしれないんで、うん、ただその層が続いたら次俺らが悪いやつみたいな、うん、このことお前が飛んだ時にあのお前が悪いんやろって俺らが怒られるわけよ。そうだから、お前初めで言っとけ、ね、じゃあ本当にできないんだったら、うん、いや俺はいらない。だから俺は正直ユウスケにも相談してたし、もうのどうせやったら俺一人でちょっと俺ができることをしていくから一緒に考えてやっていこうって、その間にお前が入ってきたわけよ。正直俺からしたら邪魔だわけよな。正直言ったらよ、はいはい、正直言ったら、はい、でお前がこのコイルで翔くんもじゃあなお前のこの根性を買ってやらしてみようか。俺は最初からマジでお前はマジでいらないと思って。どっちか言ったらマンブル、キクちゃんのお兄ちゃんの方が全然できるから。あ、そうそうそう、俺はよ。そこでもめちゃくちゃなんか今日はお前俺がチャンネル入るかみたいな軽くこう言ってみたよ。うん、ほんなら長文で悪いし TV に声かけていただきありがとうございますみたいな。お前まずあのくどい、はい、ラインが長い、マジで、うん、話も長いし、話長いっすよ、マジで長いな。結論から喋れいよね俺いつも、はい、しかもまたイライラすることがある。あの修道府の動画あったさね、うん、俺たち一応俺も一個は食ったんだけど、うん、あれ見てなんて言ったと思う、うん、いや俺だったらあの瓶全部いけますよって。いやいや絶対無理じゃない、これ絶対無理っすね。お前も辛いのも全然いけろ。正直そうですね、キクちゃんさんよりは余裕でいける。タニヤンよりいける。あ、タニヤンさんはちょっとあの比べ物なんか、いや、タニヤンの方が辛いのが強いぞ、うん、強い強い強い、うん、見てないやろ。いや、見てないやし、
こいつまずあの沖縄のあの谷内が もがき苦しんだあのチヂミ食わそう。間違いない、平谷チ、マジでやろそう、平谷チ、平谷チ、やばくや、平谷チ、わかるの、やんばる行こう、やんばる、やんばる、わかる、やんばる、やんばる、わかるか、やんばる、やんばる、クイーンなんですか、じゃ面白くないっす、マジで、なんて、なんて、なんつった、やんばるクイーンな、なんそれ、天然記念物の鳥、そんなもんの、こいつ野球やってたとかラグビーやってたとかそういっぱいいるんですよ、うん、じゃあ聞いてください、ラグビーやってたって言うからラグビーって自分はでも部員が4人5人やったって言うのよ、うん、どうやって試合で出てんと、ほんでガチって言ってくんねん、ほんでじゃあラグビーのポジション全部言っていけって言ったら言われへん、ラグビーのポジション、そうね、ほんでタッチしたらあれ5点かなんかや、ほんでもう1回蹴れたら2点かなんかもあるやん、うんうん、それをタッチしたら3点とか、たまにほんで蹴りできるじゃないですか、言ってくんねん、シュート、うん、嘘ばっかり、ルールも知らんと、全く知らんやん、野球もなんか野球もめっちゃ語ってくんねんけど、大阪の高校どこ強いねんって言ったら大阪桐蔭と、もう一個どこやったか言ったの、作詞みたいな、桜の宮、え、桜の宮、普通履正社出てくるやん、そうやねん、どこやねん逆に、もう勝たんなよもう、はい、でこうやって言ったらはいとかなるやん、大丈夫、うちのチャンネルにもういじめみたいなのなんか、いや逆に僕はおらさせていただけないですね、めちゃくちゃもう今の時点でもうキクちゃんとかもめちゃくちゃ負けてんで、うん、俺とかに負けまくるやろ、押されまくってもう、キクちゃんさんは今はちょっとリード許してあげてるって感じですキクちゃんのことはほんまなんだけど、まあ明日はまあ正直ちょっとカブトムシ、カブトムシ一人ちょっと行って、ちょっとその後は釣り行ったり、なんかちょこちょこちょっとあの続くと思うんですけど、うん、とりあえずちょっとあの見ようか、ちょっと入団試験やね、ちょっとそうそう、あの試験期間と思ってちょっと1ヶ月ぐらい見てください、うん、あそうそう、1ヶ月ぐらい見て、えこれあの俺たちも決めないで、うん、この、うん、視聴者の人に決めたのか、うん、にも決めらそう、うん、龍がいるのかいらないのか、うん、いるのかいらないのか、お前もそれいらんってなったらマジで消えろよ、うん、いさそれは周りが決めることや、はい、うん、お前1ヶ月間じゃあ頑張ったらええやん、はい、うん、テスト期間、うん、死ぬ気で頑張りますじゃあ死ぬ気で頑張るっていうか死ぬ気で頑張らなくてもできるけどな、まあちょっとそんな感じなんで、今回は谷庵の引退とともに、谷庵を芝居た24歳、これ嘘やったんですけど、龍っていうんで、うん、ほんまに やらされてる感ないないですね。ガチでおかしいんですよ、こいつは。一応、マジでおかしい。はい、こいつのおかしいから、最近ありえへんすよ、僕の車でえぐいぐらいの事故を起こして、うん、コルセット前で警察させてもらってるんですよ、廃車、車、ガチ切れ、えぐすぎ、こいつ、ほんで帰り、ひげずって足歩いてたら、知らんおばあちゃんに車乗せてもらったって言うんで、多分これ、嘘やねん。うせやな、一回でもあるそんな人生ないないない、これは本当にガチですね、誰何でもしてもらうことがあんねん、見てたやろ、いや正直あのこれし限界来てたんでこれしておばあちゃんがいやこれやったわお前、はびきょんでこれやったやんなや、すいません、いや恥ずかしいや、お前それ仮にしてお前がなんかそのなんか例えばお前お金取ったらせえへんかったやろな、そのおばあちゃんの金取ったり、いやもう全くそんな、そういうことかな、俺は怖いわけよ、はい、こんなんすんな、はい、タクシー乗れやもんなあ、こんなん俺言うてヒッチハイクしたいと分かるでって、やっぱりヒッチハイクしてたよ、そうやね、嘘ついてないと分かるね、お前何つだ、いやなんか自分がこの歩いてたら、うん、自分のことをしんどそうやと思ったんか、おばあちゃんが止まってくれましたって、お前めちゃくちゃ嘘つきやでな、何やね言うてみ、それも事実ですね、これやったんやろ、これはおばあちゃんの、おばあちゃんの時はやってないんですけど、他はそれをおばあちゃんが見てたの、いやマジで、じゃあみんな覚えてください、大嘘つきです、まあ、明日ちょっととりあえずカブトムシ取りで見ようや、うんうん、そうやな、はい、どうなるか、まあ、皆さんあの2つの報告ということで今回は、まあ、この辺で終わるんですけど、まあ、ちょっと試験、今から試験的なことが始まるんで、うん、まだワルビッシュ TV どんな、僕らも見えないです、ワルビッシュ TV の未来が、はい、どういう方向に向かってるかもしれません、はい、でもちょっとワルビッシュ TV は存続していくんで、はい、コアなファンに届けていくんで、今後とも皆さんよろしくお願いします。お願いします。コメントお願いしますね。ありがとうございました。ありがとうございました。